日アジアのコーチです。アンティーコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。質問の1つ目、グレートリセットは急に始まるか。質問の2つ目、支配者は唯物論を広めたがっているのか。質問の3つ目、海外避難拠点にハワイを考えている京都はどうか。ということで、全部で3つのご質問についてお答えをしていきます。で、1つ目ですね、グレートリセットは急に始まるかということで、もう始まっています。ということで、このグレートリセットの定義は正直誰にも分かりません。やってる側じゃないと分からないと。まあ、ただ、今回この、今始まってると言ったのは、もともとこれ新型コロナですね。これが陰謀論ではですね、生物化学兵器だという噂があるということなので、もともとばらまいてですね、これに対して人口削減をしているというのがグレートリセットの始まりだというふうに私は見ています。なので、まあ、これ、新型コロナ発生、コロナの、莫大な予算、で、まあ、あとワクチン、そしてマスクとか、あとロックダウンとかですね、非常に人間に、恐怖心を与え、経済的にも一部のところに大ダメージを与え、片側では一部の企業が非常に儲けてですね、大儲けして、この人を操っているというのがグレートリセットの始まりです。で、これがもう、今やってることは、まあ、自律的思考の排除と、自分で考えていくことを全て排除していってるので、まあ、これがもともとのグレートリセットの始まりだというふうに私は、認識していると。で、今これ何が起きてるかというと、とはいえ欧米 NATO 連合の国ばかりがコロナで苦しみ、たくさんワクチンが配布されたりしてるのが今の図式かなというふうに見てます。なのでもう自滅しに行ってるのかなっていうのが私の見立てです。非常にデリケートな話をまたしています。で、この後ですね、そしてロシア・ウクライナ戦争が始まったと、戦争という定義ではないとロシアは言ってますが、まあ、今の世の中の見込みは全部ロシア悪ということで、戦争状態に入っていると。で、これも終わらせる気がもう全くないってことですね。もう停戦交渉も最近聞かないし、まあ、武器をどんどんウクライナ側に送っていって、ウクライナはもう戦場になり、そこはいろいろ破壊されたり、いろんなことが起きてて、今グレートリセットの2番目に入ったというのが私の見立てです。で、グレートリセットの3番目は当然経済の破壊なので、今アメリカを中心に金利を上げている国と、日本みたいに金利を上げれない国とみたいに分かれていて、これから株式が暴落したり、不動産価格も暴落したりですね、一部の企業はもう倒産するしかないというような状況が起き、これから経済的なグレートリセットが始まっていくというふうに読んでます。なので、もう急に始まるかではなく、もうすでに始まっており、どんどんエスカレートしていって、まあ今かなり騒がれてますけど、もう食料がなくなって食料危機になるのではないかみたいな話も出ており、まあ、そこまで行くと本当にもう修羅場になっていくのかなというのが今の状況です。で、質問の2つ目ですね。支配者は唯物論を広めたがっているのかと。で、唯物論っていう言葉自体が、まあ、あまり聞かないと思うので、さっきちょっと、キーワードを書いたんですけど、まあ、基本的に物質から精神とか意識とか観念が生まれたというのが唯物論です。なので、すべて物質が先にあり、そこから精神とか意識とかが生まれているというのが唯物論なので、まあ、実際には全く真逆であり、この世界は意識が投影されて反映しているだけなので、ここに行き着いてしまうと悟ってしまうので、これを悟らせないためにこの唯物論という考え方があるという感じです。で、もう一つはお金ですね、資本主義。で、これも、お金優先になってしまうと、悟りから遠ざかるので、そこに要はお金に執着しないとかっていうことが悟りの条件なので、ここも、罠が仕掛けられているという感じです。で、
もう一つ、まあ、別に私は宗教をどうのこうの言うつもりはないんですが、あらゆる宗教は神が外にいて、自分の外にいて、それは崇め奉る、存在だというふうになっていて、これらも全て悟らせないようにできていると。で、この実際のこの世界のルールとしては、もう神しかいないと。神とは何ぞやっていうと、まあ、根源の意識エネルギーだと思ってもらえばいいので、まあ、それから全てのものが派生して生まれているので、自分もあらゆる人もあらゆる生命体もあらゆる物質も全てここから成り立っているというふうに認識できると、その悟りの境地に行くという感じです。で、この人間世界っていうのはあえて物質化してですね、肉体化して無限無制限、力の極みのところからあえて分離して、この現世を楽しむゲームになってます。制限された中でどのように自分を解放して表現するかという表現の場のゲームなので、今言ったように、覚醒しないように悟らないように悟らないようにできているのがこのゲームなので、そこに行き着かないようにあえて設定されています。なのでさっきのグレートリセットの話もしたんですけど、グレートリセット自体がこの最大の演出の場なんですね。無限が制限を与えて、新型コロナとか戦争とか食糧危機っていう非常に不安定な恐れるようなものを今演出し続けていて、つまりこれが出てるっていうことは逆に覚醒に向かっているということなので、ここを覚えておくといいかなという感じです。1番じゃなくて2番の話があってよかったですね。1番だけで終わってたら非常にみんなが暗くなるだけなので。3つ目、海外避難拠点にハワイを考えている。あと京都はどうかということで、私ならハワイは絶対に選ばないです。これなぜかっていうと、アメリカの領土で島だからということですね。で、本土ではないと。で、これ逆にロシアの領土で見たときに、まあ、カラフトとか北方領土のあたりが、まあ、北方領土は日本のものですけど彼らのものだって言ってるんだったら、そこに核が飛ぶ可能性すらあるので、このカラフトとか、今のハワイとか、もしかしたらグアムは基地もあるし、グアムとかハワイもあるんですかね、あると思いますね。なのでこことかに核が飛んでくる可能性が非常に高いというふうに思ってます。で、まず一発目撃ったらもうエスカレートして全てに撃ってしまうかもしれないんですけど、一発目撃つんだったら関係ないとこになるべく撃ちたいと。で、さっきまたニュース見ていたら、ロシアと核戦争になりそうになったらまずベラルーシに撃つって書いてました。同盟国かよって思ったんですね。なので日本も非常に危険なんですが、なるべく島になってないところで、本土の中で全く、有名じゃないとこに逃げていくのがいいかなという感じです。個人的に最近ちょっとこう情報が降りてきてっていうのは、アクセス、自分自身がアクセスするようになってきて、内陸の、なるべく海あんま近くないところ、内陸の田舎がいいというのが私が出した結論です。なので、まあ、ちょっと京都は非常に素晴らしいところだと思うんですが、もう戦乱の場所に選ばれた地域なので、非常に触ってはいけないところが非常にあるんですね。で、今回これ戦争が起きた時に京都のそのデリケートな部分が出た時に非常に大きなことになりそうというのが私の見立てです。はっきり言えなくて申し訳ないんですけど、封印された地なので、そういうのが解き放たれてしまうととてつもないことが起きる可能性があるので、なるべくそこにはあえて、もう住んでる人の前で言ったら、これなんか気持ち悪い話かもしれないんですけど、住んでる人はもうその地域に住む、元々のカルマというか、ものがあるの、家系とかいろんなものがあるので、それはそれとして置いといて、新しく住む人は私なら、一応私ならと言わせてください。そこは選ばないという感じです。で、まあ、今日も3つのテーマで喋って、ちょっとあまりまとめる時間もないんですけど、今もう一回起きていることは、
コロナあり戦争ありこれから食料危機になるかもしれない、経済はもう大破綻するかもしれないっていうのは、とてつもないプレッシャーがこれから演出されていきます。とてつもないプレッシャーが演出されていくと。で、人間本来の能力と全く関係ないです、それ、はっきり言って。なぜならば全員死ぬからなんですね。で、全員死ぬので生きてる間に自分自身がこの地球に命を得た理由ですね。何を表現したがってるのか、何を体験したいかっていうことを今やっといた方がいいので、なのでまあさっきのハワイに住むことももちろんいいですし、京都に住むことももちろんいいですし、この今の動乱の時代、グレートリセットは急に始まってるではなくて、もう始まってる中でどの行動を自分がチョイスするか、選択して動いていくかだけなので、まあ私は質問が来たので私の意見は申し上げますが、それぞれの人生なので自分で選んでいけばいいかなという感じです。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問していただくと動画作りのヒントになるのでぜひご質問していただければと思います。あと動画のこの右下に赤い字でチャンネル登録のボタンがあります。まあもともとこれコインのチャンネルなんですけど、コインとか投資とかですね、まあゴールドの話もしますし、まあ経済とか今の状況、それこそグレートリセットネタとかこれから永遠に出ていくと思うので、興味ある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと英語で打ちますと私が発行している、LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しています。ちょっと今週ゴールデンウィークなんでサボりました。あと動画が1本ついてまして、動画見た人に水曜日と木曜日と日曜日、Zoom で30分間、オンラインで個別相談っていうのをやってます。まあどういうコインが欲しいかっていう話も多いですし、まあこのようなご質問のような内容も今受けてますので、興味ある方は個別相談申し込んでいただければと思います。まあ今ほとんどいっぱいでなかなか埋まらないんですけど、まあ水曜と木曜日と日曜日見てですね、空いていれば申し込みしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。